ということで本日の解説です。玉型1二金、2一玉、2二金、3一飛車、攻め方、1三飛車、2三金、3三金です。それでは解説の方いきましょう。これはパッと見た感じなんですけども、これ3手で詰みますね。2二金直ですね。あまりちょっとうちの方では効かないですね。2二金直、これは同玉だと、同金で取られてしまいますから、これはまあ同金で、いいですよね。で、金をこう打つということで、これは1一金打ちまでということで、これで詰みとなりますね。ということで本日はご視聴ありがとうございました。